2021年上半期ちんにゃチャンネル NG ハプニング集。まずは新アニメ名探偵ちんにゃからの NG シーン。なんか始まったよ。ちんにゃの NG シーンです。 OK シーンからどうぞ。トレードマークのお団子頭を外して制服を脱ぐと名探偵ちんにゃに大変身。この謎は私が暴いてみせる、というかっこいいシーンなのですが、トレードマークのお団子頭を外して制服を脱ぐと名探偵ちんにゃに大変身。この謎は私が暴いてみせ、オープノイ。なんと勢い余ってマイクを倒してしまいました。お次はパンダ家族の日常第18話、アナウンサーのお仕事から、大吉先生の貴重な NG シーンです。まずは OK シーン。僕は早口言葉などを練習しました。例えばトタケケとタケ取ったけど、取っただけトタケケ立てかけた。あーすごい、大吉さんすごいですね。続いては NG シーン。してみてください。トタケケとタケ取ったけど、取っただけトタケケ立てかけた。結構もちろんいけるな。テイク2です。トタケケのタケ取ったけど、取ったけお次はグミちゃんの NG シーン。 OK シーンからどうぞ。トタケケとタケ取ったけど、取っただけトタケケ立てかけた。グミちゃん完璧だね。続いては NG シーン。トタケケとタケ取ったけど、取っただけトタケケ立てかけた。惜しい。次はテイク2です。トタケケとタケ取ったけど、トタケケ立て次こそ頑張れ。テイク3です。トタケケとタケ取ったけど、取っただけトタケケ立てかけた。まあ早口言葉って難しいですよね。お次はパンダ家族の日常第28話、ワクワクの部活見学から、ジュリー先輩の NG シーンです。それじゃあ試しに1対1で PK 対決したらどうかな、部長と。俺続いて NG シーンです。それじゃあ試しに1対1で PK 対決したらどうかな、部長と。お次は学校のあるあるをネタにしたこの動画から、ちゃちゃまるの恥ずかしい NG シーン。メープルちゃん大変だね。え、ちゃちゃまる今のくしゃみ。続いて NG シーンです。え、ちゃちゃまる今のくしゃみ。変なくしゃみをしすぎてむせてしまいました。ここからは実際に投稿してしまった NG シーンをご紹介します。ジャスミンのヘアピンを探すシーンなのですが、どこか見つけないかな。君たち何か探してるの？初めて見る子だ。ヘアピンをなくしちゃって。あれ、巻き戻して。ストップ、ジャスミンちゃんが探しているヘアピン頭についてるよ。お次はパンダ家族の日常第25話、お父さんの一日から、遊園地に遊びに来ていた女の子が迷子になるシーンなのですが、女の子の洋服に注目してみてください。風船をあげたんだ。女の子嬉しそう。迷子、あら、なんと動画の途中で女の子の洋服が変わっていました。さらに同じ動画内のこちらのシーン、ここがお父さんが働いている。ストップ、これはパンタ。実はこの撮影の前にパンタが映り込まないように必死にカメラの外に移動させていたのですが、地味に映り込んでいました。最後に撮影中に起こった思わず笑ってしまうハプニングをご紹介します。それはジャスミンのメガネの視力検査のシーンで起こりました。準備はいいかな。このシーンを撮る際にタコリーナちゃんがカメラに映ってしまうので、映らないように移動させたところ、何これ、なんとタコリーナちゃんの口が仕切りを貫通して怖いことになっていました。お次のハプニングはパンダ家族の日常第30話、母の日大作戦から。同じくカメラに映り込まないように撮影を進めていると、待って、お父さん大丈夫？テレビに埋め込まれてるけど。お次はパンダ家族の日常第24話、今日から中学生の動画。 OK シーンからどうぞ。おはよう。って誰もいない。チーニャが教室に入ってきて椅子に座るシーンなのですが、あれれ、なかなか座れない。はい、カット、もう一回撮り直しましょう。最後はパンダ家族の日常第10話、パンダ家族のお正月から。 OK シーンからどうぞ。
年越しでみんなが盛り上がるシーンなのですが、実はこの撮影にはかなり苦戦しました。当時のチーニャの実況付きでご覧ください。始まる始まる始まる。歩いてる人いるけど準備して。7、合わない。5、4。あー、なしちゃった。ゆめちゃん開けちゃった。ハッピーニューイヤー。これ大丈夫？これ出れないんじゃないの？もうなっちゃうけど大丈夫？これ、あの吉と帽子のカートのとこで挟まってる。わおじゃないよ、開けちゃったよ。見えてる？そこ、そこ見えないでしょ絶対。花火。以上、チーニャチャンネル NG ハプニング集でした。また年末お会いしましょう。バイチーニャー。